いや、本当弾きやすいです、このナイロン弦は。最高です。オリビアのティム・ヘンソンのいわゆるエレガット、シグネチャーモデルということで、アイバニーズオリジナルの FR というシェイプをもとに、まあクラシックギター風ではあるんですけど、だいぶ弦高を低く攻めたり、彼らのような超テクニカルなプレーに対応した、そういうスペックを備えたギターです。いいですよこれ、本当にずっと弾いちゃいますね、楽しくて。エレキの良さをガットにしっかりこう移行できてるというか、それでいてちゃんとガットの音がするんで最高っすね。もうプレイアビリティの面でいうと、正直エレクトリックギターと変わらないですもんね、普通の。そうですね、弦がナイロンってだけで、でまあ、あの通常のエレクトリックギターによくあるあの43ミリから42ミリぐらいのナット幅と比べると、これは46ミリなんでだいぶ広いというか、まあ、いいんですけど、でもガットはもうちょっとありますからね。でいてネックもやっぱりちょっとこう四角い感じが多いので、歯が立たないっていうこともあるんですけど、弾きやすいんですよね。これ弾いてほしい、ぜひ。実は手元にいただいている資料に、はい、バズ音が出ることを厭わないみたいな表現がしてあって、確かにそのちょっとした、まあ、日本語で言うとビビリ感、それがまたなんか魅力的ですよね、音として。それも含めてこうなんていうかギターの音だったりするとは思うので、僕はそのぐらい攻めてる方がいいんじゃないですかね。あとボディの抱え心地とかどうですか。薄いんですよね。あ、本当だ、そして横から見るとバインディングかっこいい、綺麗ですねでもこのアーチない方がいいですよね。こういうのってやっぱ抱えてる感がしっかりあった方がやっぱり鳴りも変わってくると思うんで、薄いとはいえね、ホローボディなので。そして一見サウンドホール開いてないように見えますが、はいはい、実はサイド、まあ、要は弾いてる人間の方に向けて穴が開いてるという、はい、自宅でアンプに繋がずに生音で弾いても割と楽しめるという、
そしてインレイは、はい、アイバニーズの上位機種でおなじみのツリーオブライフという植物をモチーフにした美しいインレイがあるんですけど、これは、それとツリオナスカのようなツリーオブデスというティム・ヘンソン本人の発想で生まれたそうです。うーん、そうなんですね。ナイロン芸にとっても合ってると思います。おしゃれ。DI から直接レコーディング機器に取った音と、うん、マーシャルに繋いでクリーンサウンドで鳴らした音と、はい、ちょっと聞き比べられるようにしてあるんですが、うん、まず驚いたのはマーシャルに挿してうわこんなガットの音がするんだってとこなんで、うんうん、それは実際こう体験していただきたいとこでもあったり、やっぱりアンプに挿してそこを通ってくるガットの弦の音っていうのはすごく良かったです。僕はしかも意外にダイナミックですよね。相当でっかい音鳴らしたいときはでっかくなるし、うんうん、小さいときは小さい。ほんでね、ハウンないんですよね。試しにちょっと歪みチャンネルとかにもしてみたんですけど、よっぽど歪ませないとハウンなかったので、そういう対策とかもねちゃんとできてるのかなと思います。ラインの音もほんと高音質、癖のない高音質で、ライブとかだったらこっからもう直に DI 行って全然いいと思いますし、ガットの音好きだけど弾きにくいから今まで弾かなかったっていう方はうってつけだと思いますね。本当に